らのパチタウン TV はゲストを迎えジャグラーシリーズでガチバトル。特別ルールでどんでん返し。今週も始まりましたパチタウン TV。 皆さんこんばんは。さあ今回もねちょっと山木さんがまたいない。ちょっと言っといて、ちょっと怒っといて、さやちゃんがもうきつく言いましょう、ね、次やった時、まあ、でもね、はい、そんなことよりも、はい、先週の川柳、うん、私見たんですけど、よかったでしょう。いやいやちょっと待って。もっとなんか温泉って聞いてたから、うん、もっとセクシーだと思ってたけど。何足湯って。足湯ですよ。ちょっとそれは視聴者の皆さんも納得いかないんじゃないかなって。大丈夫大丈夫、まあね、めいちゃんがそういう風に言うかなってちょっと想定内だったので。もうワンパターン用意してますんで。じゃあ今回は絶対、はい、そうです、セクシー、そうです、本当に。ちょっと絶対ね、あのセクシーじゃなかったら山野さんの次にもっと怒るからね。分かった、ちゃんと反応ね。大丈夫、信じてください。信じましょう。じゃあさあ、さやちゃんの川柳も気になると思いますが、まずは企画をご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあ本日は黒崎太陽会館に来ております、はい、早速スペシャルゲストご紹介しましょう。この方です。皆さんこんばんは、ジャグラーマイスターのデリカツです。よろしくお願いします。お願いします。勝率 95% の男ですから。本当に高い、はい、本当に本当です。私もちょっと疑っちゃうな。本当か、ちょっと確認させていただきますね、はい、もうすでにちょっと顔色悪い。いやいやいや、だいぶ心拍数上がってるみたいですけど。なんでなんで今日はですね、ええ、さあそれでは本日の企画発表してください。カードが運命を握るパチスロガチバトルよ。さあ今回はジャグラーを使ってバトルを行いたいと思います。1回のボーナスにつき1ポイントゲットなんですけれども、うん、バトルの途中にこちらのカードを引いていただきたいと思います。何ですかこれは。こちらプラスのカードは持ってるポイントにプラスされまして、横取りカードの方は相手からポイントを取ることができます。そしてお盆カードを引いてしまうと自分のポイントが全てなくなります。自称ジャグラーマイスターのデリカツさんですけれども、そうですね、今日は出番も見せ場もそう。なんかしゃべりの場が気持ち悪いんだよ。徐々に近づいてくる。さあ一体どんな戦いになるんでしょうか、はい、全勝に目指して頑張るぞ。おー、今回の舞台は黒崎太陽会館。パチンコ356台、パチスロ223台を取り揃え、明るいスタッフが皆さんのお越しをお待ちしております。それではバトルスタート。おー、よし行こう。ということで始まったジャグラーバトル。誰が最初に大当たりを引き当てるのかと思っていたら、あ、見かった。わ、早っ、見かった。早っ。ちょっと最近調子がいいですね。早っ、ありがとうございます。まあまあまあ、1ポイントゲットやりました。まあまだ始まったばっかりですから、まあまだまだまだ、マイスターだからいっぱい引からせますよね。はい、いっぱい引っ張らせますよ。見ててください。最近調子がいいの。いや、テレビね、全く当たらなかったじゃないですか。もう当たるようになってきたんですよね。ようやく当たるようになって、流れが戻ってきた。いい流れで、私はあの逆押しでやっぱりあのベルもピエロも取りたいので、まあ、取りこぼさないように打ちたいと思います。頑張ります。あの前回、はい、旋回ハマりやっちゃってるんで。あの赤部でしょ、なんか、なんかね、まだちょっと引っかかっとんよね。大丈夫ですかね、先生。先生、まあ、大丈夫ですよ。あと何ゲームぐらいですかね。診断したいと思います。何ゲームぐらいですかね。そこそこでわかんの。あと70回転で当たりますね。ここでわかんの。わかります。あ、そう、もう目もやる気を感じますので、はい、あと70ゲーム、70回転で。わかりました。じゃあ、足す70だから240ゲーム、それぐらいで当たるそうです。いや、私も見てほしい。ミョウさんですか。うん。なんか頭痛くなってきた。300回転は当たらないと思います。300回これはハマります。お薬ください。ハマりたくない。いや、まだ早いですね。もうちょっと300回転回しましょう。なんとも怪しいデリカツの診断。しかしこの後出演者が驚愕。デリカツさんの診察によると、そろそろさあ
デリカツさんの240回超えました。結局何も起こらずと思ったその時。疲れました。あ！先生！言った通りでしょ。自分が一番びっくりしてる。先生！よかったです。本当に。なんかね。なんか気持ち悪いですけど。いやいやいや。光ると思ってました。もう私は台を見るだけで何回転で光るか分かるんですよね。気持ち悪い。いやでも光りましたよ。すごい。すごい。すごいね本当に。いやすごい。さあどっちだ。よいしょ。あーレギュラー。レギュラーだ。まあでも1ポイント。すごい。先生は大丈夫ですか。まあまあ尻上がりの男なのでこっからパンパンパンと。わーじゃあびっくりした。先生また光りましたよ。よかったです。ジャグレン。ジャグレン。3ゲーム。すごい。いやすごい。2ポイント4ゲーム目だから3ゲームで光ったからすごい早いよっしゃ病気治りました。美穂ちゃん健坊さんの順調な滑り出しに対し未だ大当たりが出ないデリカツはあ光ってるおやりました見せますよあ見せますまあそれますね楽しい。まあレギュラーですけど当たり当たり。まあやっぱりジャグラーガールズはレギュラーがつく方がやっぱ構成点の期待度は高いんで。なんか本当にハマり出しました。先生お薬ちょうだいよ。お薬ですか。わかりました。これは負けないサプリといってかなり効果がある薬なんで健坊さんにお一つを開けてください。はい、ただのミント菓子でしょこれ。怪しいサプリを処方された2人するとあお今の目になんかメクソをじってる間に当たりましたね違うちょっと立っていいですか目に入る部屋にほじりながら光らせました、ね、違うちょっと待って部屋にボーナス、はい、違う、はい、光りましたすごいやったやった次はミックかなレギュラーレギュラーだったまあでもちょっと時間かかりましたけどなんとか当たりましたこれデリカツさんの予言通りそうですね300ゲームでしたね当たってる本当にぴったりだ当たってる本当になんかうさくせえなおい光ったびっくりしたやりましたイエーイあレギュラーまあまあこれで、3ポイント健坊さんに1ポイント差をつけられ焦る美穂ちゃんしかしその横で無情にもお光ったおすごいまだ1桁だ9ゲームああまたレギュラーまあまあすごい4ポイント4ポイント目だ光りましたよちょっと遅かったですけど、リック確定です。はい。やりました。さすがジャグラーマイスター。ありがとうございます。はい、ということで前半戦終了。今からカードタイムです。さあそれでは今からこのカードを引いていただきたいと思います。はい。じゃあケンボさんから。はい。ケンボさん4ポイントですもんね今。うん、いきます。あと70回転で当たりますねここでわかんのお先生やりましたさすがジャグラーマイスターこのカードを引いていただきたいと思いますはいいきますいきます笑顔で引いたカードはうわーやってもうたー4回も引いたのにちょっとビクってしたんでどっちかと思ったんですよマジかはいじゃあ次私行きますはい、はい、絶対いつもあったらこれ引くけど絶対引かないやつ引こうと思うほうこれほうはいはいあプラス2
方がいいみたいな。こうなって、ちなみにこうなってました。ひどい。最初握ったよね。握った。ということで、4ポイントゲットです。なんか消せないな、ちょっと。続いてデルカツ、何のカードを引き当てるのか。いますよ、絶対2ポイント引きます、はい、これですね。あどこすいません、ドボンですかね。うわー、じゃあデリカツさんと私が0ポイント、はい、そしてミオさんが4ポイントです。なんか、なんかクソ、すごい、ちょっと目がついちゃったんですけど、まあちょうどいいですよ、まだ、はい、後半戦があるので頑張りましょう、はい、想定内です。それでは後半戦スタート。あーよし、ゴー、取り返すぞ。オッケー、もう余裕だな。4ポイント差を合わせるな。よし、あ、で勝った、来ました、よっしゃ。あ、なんかビッグっぽい。よし、やりました。1ポイント追い上げるぜ。すごいよ。天望さんがペカったところ見たら焦っちゃったけど、まあ、3ポイントも差があるし、デリカツさんとは4ポイントも差があるから、なんかなんなら別に打たなくても勝てるかも。いやいや、それやめろよ。あ、ペカった、ペカった。おー、来た、やりましたよ。後半一発目、さて、多分ビッグですね。まあ、レギュラーした。レギュラーが出る台はいい台なんです。1ポイント、1ポイント、1ポイント。ミカさん、はい、レギュラーしか聞いてない。もし邪魔だよ。痛い。ずっとかぶってる。痛い。くそ、本当なら5ポイントなのに。あ、ミホさん、はい、お腹空いてんじゃないの。もうお腹空いてたかも。食事休憩してもいいんですか。食べたいけど、どういう作戦。ジャグラーマイスターだけど、このまま負けちゃいそうですよ。いやいや、簡単に逆転しますけど、ちょっと苦戦してますね、ちょっと。まあまあまあ、でも当たる気配がするんで、もう当たるでしょ、まあ当たるでしょと余裕を見せるデリカツだが、この後全員に大当たりがなく、どんどん時間だけが過ぎていく。先生、診察お願いします。やっぱりそこない。今日は諦めた方がいいです。もうダメです。嘘。ダメです、今日はダメです。本当に。あやばい、光りました、ようやく光りました。まあビッグです、はい、取られます。やりました。目押しが早い。まあ目押しは得意ですから、負けない男ですから。あ、光った、うわーやばい、光った。ふわってて勝った。あとまだ1個ゲットできてないから、ポイント。全部レギュラーだった。でも今で5ポイントゲットです。みほちゃんに後半最初の当たり、このまま差を広げていくのか。やりました。本当に尻上がりだ。尻上がりの男。ベイクです。やりました。3ポイント。3ポイント。3ポイント。おお。追い上げますよ。3ポイントです。やべえ。まあ、ここからデリカツの快進撃が始まりますんで、まあまあまあ。デリカツの呪いです。デリノート、デリノート、なんかピンク色のノートいつも持ってるでしょ。これはもう、これがないと私テレビ出れませんから。何が書いてあるの。何書いてんの。いろいろですよ、もうちょっとサインも練習したんですけど。サインの練習だそうです。なんだよこれ。なかなか見ることないから。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いでしょ。いやいや、皆さん、デリカツを見かけたらサインをお願いしてみてください。おお、さあ、やっと来た。やっと来たよ。あ、レギュラー、うまい、よし。2ポイント。で、まあこれでジャグレンすればまだ捉えられると思います。怒涛の追い上げを見せる健保さんとデリカツ、美穂ちゃんはこのまま逃げ切ることができるのか。よし、デリカツがジャグレンしなかった。本当だ。ジャグレンしな、お、揃った。
なりました。すいません、あの健坊さんのとこ見てよそ見してました。すいません。よそ見してた時に4ポイント。すごい。逆転します。逆転させてください。ラストスパート。あとワンテカリで同点ですからね。いやー、ほんとよー。1ポイント差まで追い上げるデリカズ。最後の連チャンに希望を託す健坊さん。しかし、皆さん、時間切れです。終わり。いや、危なかった。セーフ。結果発表。イエイ。優勝は美穂さん、おめでとうございます。ありがとうございます。5ポイントゲット。いや、いいのかそれで。え、なんでなんでなんで。いいのか、納得してんのかそれで。まあルールに助けられた感は。いや、もうそれしかないです。あとレギュラー3回しか言えないんですからね。はい。まあそれでも見事優勝でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、すごかったのがやっぱデリカツさん。はい。ポイントが4ポイントですよ。すごい知り上がりですから。もう今からだったんですけどね。はあ。ちょっと間に合わなかった。間に合わなかった。今からだったんですよ。ケモンさん、結果発表いいでしょ。いや、気になりますよ。私2ポイントです。あ、なんだ言わなくてよかったじゃねえかよ。こんな感じになるからもう言わなかったんだよ。ということで優勝は美穂さんです。お疲れ様でした。以上です。ちなみにその川柳、今日今回の川柳はどういった川柳なの。だいぶ疑ってますね。いや、だからかなりさ、すごいセクシーだよって言うからさ、そして視聴者の皆さんも期待してますよ。前回裏切られたから。ね、どんなのなの教えてよ。ちょっと喋れない。なんで。全然わかんない。なんでよ。ちょっと喋れないけど。じゃあもうさ、教えてあげる。温泉で、うん、横になって温泉で横になって、うん、全体を下から上から映しながら本当に、はい、あ、じゃあもう下まで完全に映ってるってことだ、はい、全身、はい、横になって横になって、はあ、これはぜひ皆さん最後まで見てくださいね。ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。さよなら。ボタンを押す。出てくるメダルで箱作る。来週も見てね。